大神教は檜原村のですね、鈴の御前神社、大神像です。近場から撮るという形でですね、ちょっと体勢が厳しいんで、ちょっとね、こういう感じで小さいお社なんですけど、すごいこう山を守ってるというか、山に守られてるというか、大きな岩場がね、ここにあってですね、風もなんとなく、稜線の風とはまたちょっと違う、こう岩肌のやや冷たい風が吹いてですね、お神様がいらっしゃると。こちらにも4体あるんですが、ちょっと1体しかないと、ちゃんとお顔がないんで、一緒に写しておきますけども。ちょっとこう、もうほとんどお辞儀をしてらっしゃって、真ん中でですね、こう仲良くこう目線が合ってるみたいな、お口もあの青の像とかではなくて、ほぼ同じ形だと思います。台座の位置が少しずれてるだけで、石像、狼像自体の形はほぼ同じだと思われます。まあ、オスメス、つがい、親子、兄弟、なんどうでしょうかね、ちょっと分かりませんけど、まあ、非常にこう山の中に鎮座してる狼様っていうのもね、山神狼様は初めてですね。ほとんど今まで里宮とか町中の狼様ばっかりだったんで、檜原村は他にもあるんで、奥多摩には5箇所ぐらいですね、山の上にいらっしゃる狼様、檜原村だけでもあと大竹山の山頂の、まあ、大竹神社の狼様、それと鹿野という上のところですね、山の神、あそこの狼様もあって、最低でも2箇所ありますんで、また別な機会に撮影したいと思いますね。はい、檜原村鈴の御前神社の狼像についてでした。